バレスティア・カルサ FC はシンガポールの中央部にホームを置くサッカークラブである。2002年にバレスティア・セントラル FC とクレメンティ・カルサ FC の合併により現在のクラブが成立した。ホームグラウンドのトア・バヨスタジアムはもともとはバレスティア・セントラルがホームとしていた。1898年にファットル・カリブ FC の名前で創設された。チームは当初、 シンガポールのファラーパーク地区に本拠を構えていた。1975年にバレスティアユナイテッド FC に解消し、同年から始まったナショナルフットボールリーグに参加するようになった。1958年と1992年にはシンガポールカップを獲得した。1988年から1995年まではシンガポールプレミアリーグに参加。 1996年にクラブは S リーグの創立メンバーの一つとなり、名前をバレスティアセントラル FC へと変えた。クレメンティ・カルサ FC はシンガポールの宿教都コミュニティを代表するクラブとして創設され、1999年に S リーグに加わった。クラブはクレメンティ地区を本拠地としており、クレメンティスタジアムでホームゲームを行っていた。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。